どうもー、世界各地100億人のカラファンの皆さん、おはようございます。花尾西です。はい、11月のね、9。あ、11月じゃないですね、そもそも。1月9日でございます。はい、はい、おはようございます。はーい。今日も、昨日打った海の、をまず見に行きたいなと思ってますね。そうね。はい、特に僕の台は26回ったんでね、あの調整が変わってなければ、いいなと思ってますので。ああ。はい。だね。うん。座れたらいいなぁ。ですね。うん。いやもう積み上げていくしかないですからね。そうな。昨日はやっとプラスになったけど。うん。うん。最低でもね、二人で、まあ西村さんちょっと早めに上がるんで、いつも編集があるんで。うん。まあ18時間ぐらい時間作れるとして、うん。まあ2000円時給だと、うん。3万6000円ぐらいは、ね。今、期待一人ぐらい行ってくれば、おそらくなると思うんでね。本当だよね。行ってほしいなと思ってますね。うん。うん、まあ、昨日、そんぐらいかっていうか、よく考えたら。期待時給多分。あ、そんでもないか。なんでもない。はい。朝の時間、ちょっとあんまり時間ないので、はい。まあ、いろいろ話したいですけど、行ってきます。はい。行ってきます。はい。はい、今日の結果発表していきます。はい。はい、ちょっとね、今日の結果はいくらかっていうのはちょっと、まだ計算してくれて。じゃあそれ、計算したら取るよって感じですけど、そこは突っ込まないでくださいね。はい、はい、もういいでしょう、はい。ただマイナスなのは確かですね。そこはブレない。はい。おそらく、2万5千円とか3万円負けぐらいなのかなと。ぐらいじゃないかな、多分ね。はい、今日もマイナスでございます。もう浮上しないね。うん、ね、うん。ただね、今日ね、まあ最初朝一から打って、うん、まあちょっとね、ちょっと玉つきて、もう飯行こうと言って、うん、美味しいイタリア食べに行ったんですよね。そうな。はい。うん、あれうまかったな。美味しいでしょ。うまい。はい。ランチはすごい安くていいんですよね。僕のおすすめのお店だったんですけど。うん、はい。まあそこでね、結構ね、西村さんとね、対面してね、またなあのまあ手は出なかったんですけど、ちょっと激しくね、ちょっと言い合ったわけですよ。盛るな盛るな。言い合った感じじゃなかった。言い合ってはないですけど、まあね、まあ気持ちをねぶつけ合ったというか。まあそうね。はい。いろいろ西村さんの気持ちをね聞かせてもらってね、うん、うん、結構大きなね、うん、まあ僕自身ちょっと怠ってる部分はあったのでね、うん、大きなまあ。時間大きな時間大きな、はい、大切な貴重な時間になったんじゃないかなと思います。そう思ってる、ね、思ってます。はい、思ってる。うん、よかった。まあ、具体的に何をしたかというとですね、うん、まあまあ西村さん仮説を立てたわけですよね。今もここの何ヶ月のかなりの、まあまあプラスにはなってますね、もちろん、うん、ただ思ったより全然出てないというのがあって、はい、まあこれは2つ考えられるんじゃないかと、うん、はい、で1つはまあ下振れになってると、うん、はい、でもう1つが、そもそも回転数がちゃんと合ってるのかどうかと、うん、はい、っていうところですね。そうね、まあ期待値稼げてんのかって話ですね。そうですね、はい、でこれね2つともまあ、正解だと思うんですよね、僕は。うんうんうん、まあ、下振れになったら間違いないってことだし、うん、はい、ただ僕もね、正直ね、まあ、しっかり最初から最後までずっと回転数把握してるってタイプじゃないんですよ。うん、うん、もう途中で、もういいやって なっちゃう時も結構多くあるんですけど、はいはいはい。はい、うん、だからね、台のポテンシャルが正確につかめてないと、うん。うん。これはまあいけないのでね、ちょっと、うん、うん、まあ、もうちょっとね、まあ、多めにサンプルを取りたいなと。ずっと全部やりませんよ。そこまではちょっとやらずと言えないですけど。最後までやろうよ。最後までやろうよ。やりますか、うん、だってわかんないじゃん。まあね、大事ですね、それは。急にね、なんか球入んなくなったっつってさ、うん、250球ぐらい、2、3回しか回んないみたいな、うん、時もあるわけですよ。あるわけですからね。全然変わっちゃうじゃん、そ
そうですね、うん、でも平均を出すことが大事ですからね、結局は、うんうん、できる限り長くてね、うん、はい、まあね、最後まではあれなんですけど固くなだな、お前いやでももうちゃんともっとたくさん、まあそうね、サンプル集めてやっていきたいということですね、はい、はい、それと、あとまあ自分たちのルールを決めようと、うん、ということを話し合ったんですよね。そうですね、はい、うん、で、まあ正直言うとね、パチンコをまあ立ち回りでね、ルール決めるのってめちゃくちゃむずいんですよ。むずいね。なぜかというとですね、まあ例えばボーダープラス3の台を打とうって言っても、うん、15のボーダープラス3を打つのか、うん、21のボーダーの台のプラス3を打つのかでも違いますし、うん、まあね、じゃあかける 1.2 にすればいいのかって言ったら、例えば止め打ちで弾増やせる機種もあるし、弾、うん、が絶対減っちゃう機種もあるし、うん、っていうのもあるじゃないですか。ありますよね。あるな。あるんですね。はい。うん、あと、まあ、僕たち旅してて、うん、剣入ったばっかりの時に、うん、持ち玉がない状態でプレイするのと、うん、持ち玉を駆使してプレイするの、うん、あとどんくらいいるかによってもね、大回転数っていうのが変わってくるし、うん、はい。だから、ね。全部のルールを、まあ、ガチガチに決めるのは難しいことなんですよ。できなくはないかもしれないですけど、本当にめちゃくちゃ難しいんですよ。うん、はい、そうね、うん、まあ、ただ基準としてまあ西村さんがこれもね、いいアプリを見つけてくれて、うん、まあ、入力すると期待時給が分かる、うん、しかも期待時給は今まで僕が実給さんというアプリ使ってたんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、ちゃんとね、例えば今打ってる甘海の3R2 とかだと、堀が8個食べれるんですよね、うんうん、そういうの加味してないアプリとかあるわけですよ、はいはい、そういうのもちゃんと加味してくれてるアプリがあって、うん、それ使って、まあ、基準としてはまあやっぱ1300円以上になる台を打っていこうよと。そうですね、うんうん、まあまあちょっといろいろ条件があってね、そうなんかまあね、かもしれないけど、はい、うん、まあそのひねり打ちしたりとかね、止め打ちとかって、まあ我々技術介入たくさんするわけなんですけど、はい、それによってあのメーカーが発表してくれてる出玉よりかは多く取れたりとかするわけですよね、うん、損もしないから、はい、そういったものも全部加味して計算してくれるので、実際このリアルに近い数値で出してくれるわけですね、はい、うん、だからめちゃくちゃ役立つわけですよ。ですね、うん、はい、っていうのを一応決めたのでね、うん、はい、まあ、今後まあちゃんとしっかり基準を持って立ち回りができるかなと、そうだね、思いますんでね、うん、で、ちょっとこれはねきっちり使っていきましょう、はい、うん、まあ、よかったです、うん、まあ、うん、そう、僕自身もね、はい、まあカラコがこんな感じだからさ、その、はい、技術もあるし、まあ、実績もあるし、うん、素晴らしいやつだと思うんだけど、まあ一貫性ちょっとラフだから、そうラフなとこと、うん、まあ感覚的なところがすごく多いから、感覚タイプなんだよ。そう、はい、教わる側からすると、うん、もう何のこっちゃって感じなんだね。はい、うん、王貞治、王貞治がうまいこと監督できなかったっていう理由と一緒なわけですよ。違くね？王さんじゃなかった？長嶋じゃない？あ、長嶋だ。まあ、一応長嶋さん今優勝に導いてますけど、キュッてきてボンって言ってブリッてきてそういうタイプなので、ね、そうそうそう、僕は教え方がね、そうそうそう、はい、そういう感じなわけですよ、はい、ごめんなさい間違えました、うん、はい、なのでね、僕としてはもうちゃんと教えろよバカ野郎と思ってたわけなんですけど、これで数値でねようやくこうイメージが入ってくるようになったんで、うんうん、まあね、そうそう、はい、1K で1回転落ちたらこんだけ下がるんだなとか時給がね、うん、この止め打ち成功したらこれだけ増えてこれがこういう結果なんだなとか、はい、それはねちょっと事細かにまあ分かった部分ではあったんで、うん、うん、非常にいい時間でしたよ。ですね。うん、はい、よかったです。はい、はい、ということで、まあ明日からも頑張っていきます。はい、そうしましょう。はいはい、そんな感じで、じゃあバイバイ。バイバイ。